なんだこれは。あ、それドラゴン。昔国王から触れがあってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ、言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら。ドラゴンってのがいい。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう競争だな。やつには二の勝ちすぎる相手な。ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぞ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから。何でもすごい。リッケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。何も考えずに殺し尽くせばいい。左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。大砲だと？なんて真似しやがんだよ。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいぜ。死にたくなかったらな。はあ？何言ってんの。死ぬのはてめえの方だ。待った。命
ち声か。もうせ、今さら聞けねえよ。どうやらそうみてえだ。もうせ。生き残るかよ。